大瓶一つで。ビール一本、サンバーさん。すごい、めっちゃいいね。雰囲気超いい。雰囲気200点。200点や。しかもテーブル席もある。カウンターとテーブル席があって、今回テーブル席に通してもらいました。ゴミなんやね。ありがとうございます。早い。すごい。この後1枚ずつお代わりしてください。はい、ありがとうございます。めっちゃ早いやん。ビールより早く餃子来たこと初めてじゃないけど。餃子とビール最高やん。曜日、昼から行かせてもらいます。はい、ということで、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。私らの前に15人ぐらい並んどったよ、うん、でもさ、全然回転率早すぎてさ、ね、15人、20人ぐらい並んでたのに10分も並んでないよ、ね、めっちゃすぐだった速攻、うん、で、ここは亀戸でめっちゃ有名な餃子屋さんで前から来たかったんですけど、餃子はもう1人2皿は最低でも頼んでくださいっていうことで、はいはい、1皿目はもう何も言わなくても来る。なるほどね、だからこんな早かった。そうそう、だからこんな早かった。ちょっといただこう。行こう行こう。見て、カラシだって。はいはい、いただきます。はい。うまっ。うまい。めっちゃ薄皮、具がめっちゃ詰まってる系。なんかね、具が粗い。からしでも食べてみるのかな、これ。うん、おいしい。餃子一皿300円だって、うん、で、飲み物こんな感じです。なんかさ、もうシステムがすごくて、1人2皿は最低頼まんといけんから、うん、もう残り1個になったら、勝手に、おかわり行きますねとかで餃子持ってきてくれる。1個がさ、めっちゃ軽いやん。だけど、全然食べれるね。なんか普通の餃子10個とか食べたら、結構お腹に溜まるやん。うん、でもさ、全然軽いわ。それがやっぱ、和の餃子って言われるたるゆえんなんか。めっちゃキャベツ入ってる。俺、野菜多めなの好きなんや。わかる。これあれでしょ、うん、この早見表でしょ。早見表だから餃子を40皿頼んだら1万2000円になる。その早見表いらない200個。すごい。行くやつおるんだ。いや、おるんちゃう。この前宇都宮行ったやん、うん、で宇都宮で餃子のお店5軒ぐらい過ごしたやん。はいはいはい。宇都宮行って思ったけど、本当に餃子が有名なお店って余計なもの置いてないというか、ここもさ、食べ物のメニュー餃子だけなんよね。それがなんか名店って感じだ。確かにね。宇都宮はもっとやばいお店あって、うん、飲み物何にも置いてなくて餃子だけの店だった。白米もお酒もなくって餃子オンリーね。はい、いやでもなんか本気度を感じるよね。わかるわ。うちは餃子一本でやってますって。美味しくてさ、大谷のことはどう思う？一本でやってるから。そう、二刀流でやってるから。美味しくて大谷のことはどう思う？それはわけが違う。わけが違う。わけが違うよ。アンチ大谷ではない。いや、そんな飛躍してませんか？何反応多いって炎上させようとしたから。いやいや、そういうわけじゃないけど、アンチ大谷なんかこの世におらんの。なんで第1号にさせようとしてくるの？身内でやり合うのやめようや。ありがとうございます。すげえ。これが有名な電気ブランらしいです。すごいね、やば。なみなみすぎる。やばい、常連力やばい。常連力やばいね。なんかここでは常連さんは電気ブラン飲むらしいんですよ、ということで頼んでみました。いただきます。すげえ、口まで持っていけるか、スーって感じ。これ電気ブラン1杯200円でございます。あ、でもウイスキーストレートよりかは飲みやすいかもね。あ、甘い。そんで餃子1枚追加しました。いっぱいある。うん、いっぱいある餃子が。食べれるよ。でも食べる。これが急に机に置かれてさ、出ていけってことだと思った。出てに見えて長いしすぎじゃいみたいな。電気ブラン2です。多分おそらく電気ブラン2やろ。出てではない。びっくりした。電気ブランで頭がクラクラしております。くるねこれ。結構くるね、うん、普段飲み舐めてないじゃん、ウイスキーストレートとか。昼からクラクラしとる、あれ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 。明るいぞ。明るいぞ。おやおや、ラスイチいただきたいと思います。本当やったらな、もっと行きたいんですけど、ちょっとこれからはしご酒続きますんで、5皿でおしまいにしたいと思います。今から、亀戸から新小岩に
移動するわけです。たった2駅なんですけれども、我々電気ブランが結構効いてきました。マジでちょっと眠なってきた、やばいけど、新小屋に行きたいと思います。またもや乗り過ごしました。乗り過ごしたというか、逆に乗りました。何をしとる。でお相撲さんも街両方にやってまいりました。まもなく諦めて。新小岩はどうやったら、これ国技館じゃん。これ国技館だろ。すごい。いつか来てみたい、ということで新小岩に戻りたいと思います。新小岩に行きたいと思います。新小岩やってきました。新小岩やっとです。やっとです。両国を挟んでの新小岩、なんでこんな乗り間違えるんや私ら。今日3回乗り間違えたの電車。ということで、はしごたけしていきたいと思います。はい、600円お願いします。はい、すげえ。3つどころなんやな、ここは。ということはハイボールが300円です。お疲れ様です。はい、すごいね。超ぎゅうぎゅうやん。すげえ。見えるかな、この短冊。これメニュー見てもらっていい？全部高くて300円、150円とかザラにあるし、ナポリタン100円です。これ2杯目です。おいしが梅干し杯で、おじが緑茶杯です。おい、個人の飲み物にそんな干渉しないでください。はい、すみません。ね、常連さんが盛り上がっておりますけれども、ね、これさ、待って、刺し盛りね、何円だと思う？1200じゃん。するやん、500です。いいですね。やばない？カツオのたたき、わからぬ、エビ、サーモン、マグロ、タコ、イカ、卵。やばくない？いただきます。最初は冷蔵庫氷入れて、冷蔵庫なかったから。俺、今日ここにいるわ。マジ？動かん。あ、そうなんですか。動かんよね。永遠に立ってる。永遠に立ってる。ビールの帝王だな。やば、すごくない？でかいね。500円の刺し盛りの中に含まれる、普通。ありえんのやけど。いただきます。はい、めちゃくちゃ甘いね。殻も食ってない。いや、味噌。ミシミシ言ってた今。いや、味噌吸ってただけ。いやいや、絶対バリバリ言って、バリバリ。バリバリ言ってたの。うわ、きつ。嫁から行くやつか。頭の方はいかんやろ。味噌もめっちゃ詰まってるよ。ああ、いいっすね。エビのヒゲ長。エビのヒゲってこんな長いんや。うん、そしてそしてなんですけど、こちらね、通風セットです。白子、牡蠣、で、これが何、あん肝かな。これさ、400円です。400円のプリン体じゃないだ。ないないない。相当な通風料理ですけれども、はい、してください。牡蠣の方がいいですか。やばはいはい、うまい。やばい。めちゃくちゃ海鮮味わえるね。うまっ。言うて5年ぶりぐらいに食べたかも。白子。だってさ、あんまりさ、白子がある居酒屋さんなくない？あんまないかも。おつまみ史上一番クリーミーやね。ああ、確かにね。ということで、3杯目なんですけど、おいしはチューハイをもらったんですけど、そのまま梅干しを引き続き入れていただきました。いいよね、めっちゃいいよね。ありがたい。で、おじはウーロンハイです。私人生初あん肝。いいじゃん。いただきます。初めて食べる、マジで。どういう味かも一個分からん。は？最高なんやが。知ってしまった。なんかめっちゃ美味しいよ。いらっしゃいませ。こちらどうぞ。2人どうぞ。おっ、はい。なんかこの字カウンターが2つって感じやな。
そうです。こういう感じで、そこを店員さんが動き回るみたいな。そして何かが煮込まれています。気になる、気になる、気になるな。我々のだと期待しておりますが、どうでしょうか。やったー、やばー、ありがとうございます。めっちゃうまそう、やばくない？早っ、早い、食うの早いって。で、飲み物なんですけど、一杯目がちょっとよくわかんないけど、黄色っていうものを頼んでみました。確かに黄色いよね、なんかなんやろこれ。いただきます。どんな感じなんやろ。マジでわからんな。ハイボールよりかはチューハイっぽい。え、マジでなんやこれ。でもめっちゃ飲みやすい、飲みやすい。ちょっと後で調べて字幕でつけときます。これが重ねっていうメニュー。重ねかっこ肉豆腐って書いてある。500円です。別々なんやと豆腐と肉の。確かにね、柔らかっ。今まで食べた肉豆腐の中の肉で一番濃いんやけど。確かにこれやっぱ重ねなあれですね。そうね、ちょうどいいバランスで、うまっ。そしてこちらがニラのおひたし、200円です。こういうのがいるよ、やっぱり。珍しい、ほうれん草やな、ね、おひたしって。でもさ、正直ニラの方が好き私。食ったことないもんな、ニラのおひたしって。うまい。なんでやってないんやろみんな。あ、ありがとうございます。すごい、かき揚げがめっちゃ有名らしくって絶対食べたかったんよね。すごっ、熱いうちにいただきます。食べたことあるか、見てこれ。すごいな、すごいやろこれ。レコーンのかき揚げって初めてかも。いただきます。どういかんこれ、むずっ。うまい。どのように。これかき揚げってさ、なんかこういう感なくない？確かに。ちょっと、一つ目に存在感すごい。素揚げも近くない？確かに。すごい。いわゆるかき揚げとかの小麦粉感ない。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃ、一つ目に存在感が際立っている。またもや、得体の知れ物を頼んでしまいました。はい、これでホイスっていうお酒、岩崎は黄色だったでしょ。こちらはホイスです。これがホイスか、なんなんやろね。なんなんやろ、ね、お酒からずっと分かってない、分かってない、分かってないものを飲んでる。とりあえず飲ませてくれる。分からんけど、分かりませんでした。コメント欄にお願いします。正解に。こちらです、こちらなんです。マジでこの店でなんか頼まん人おらんぐらいのめっちゃ有名らしいんです。紅生姜のかき揚げ350円。見たことある紅生姜のかき揚げ。ないっしょ。え、持ち上げてほしい、この分厚さよ、やばない。もうその勢いで食べてください、行ってください。いただきます。そんなサクサクな、ビビる。まずこのバリバリ感、うん、ベビースターラーメン固めて口に入れたんかって。そのレベル、うん、マジすごない。バリバリ。あ、そうなん。もう一回いきます。うん。そうやな、確かにそうやな、うん、バリバリやな、うん。ちょっとね、ちょっとバリバリやん、うん、ということでやってまいりましたけれども、4軒目ですか。4軒目。
しげきんさんです。いや、おいしがレモンチューハイで、おじが、いや、俺がレモンチューハイ、俺がレモンチューハイ、おいしがチューハイ、お互い290円かということでいただきます。いこちらがキャポンナムル。皆さん料理全部さ390円だよ、うん、メールを会計すぎん。確かに分かりやすすぎる。分かりやすい。ってこと言っていいですか。どうぞ。なんかもう後半さっぱりしたものが欲しくなってきた、うん、いただきます、はい、これですわ。この時間に欲しいさっぱり感。この時間のつまみです、うん、立ち飲みです、はい、距離感絶妙な距離感でやらせていただいております。輝いている。輝いている。てか、え、これだし巻き卵390円、うん、やば、いただきたい。おいしもいただこう。行こう行こう。おいしもいただく。ということでいただきます。いただきます。いただきます。うんまっ、うん、甘めの、待って、甘めのやつやん。おいしのおばあちゃんのやつやん。でも甘すぎない。うん、こっち系か。ばあちゃん家のやつや。知らんよ、前のばあちゃん家。涙出る。用を取る。用を取るか。用を取る。なんだっけそれ。デラレンケン。ゾロリ。ウォッチ。妖怪のやつや。あ、妖怪。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。